山高バス株式会社は山形県山形市に本社を置くバス会社。山形県内陸地方と宮城県内で一般路線バス、高速バス及び貸切バス事業などを運営する。略称は山高。また地元では今日でも持ち株会社化した旧事業者の社名であった山形交通と呼ぶ人も多い。山高バスの営業エリアは山形県内のうち 村山地方、大玉地方、西条地方を含む内陸部である。残りの省内地方は省内交通がエリアとしている。山港バスと省内交通の間に資本関係などはない。宮城県内エリアでは山形県各地からの高速バスの運行や貸切バスを運営している。仙台市青葉区内ではこのほか、一般の路線バスとして、佐久並温泉と仙台市都心部。 山形県内陸部の各都市を結ぶ特急48ライナーを運行している。本社、山形営業所米沢営業所、米沢町合所、新城営業所山形県内の営業所に所属する。車両は山形ナンバーが、仙台営業所所属の車両は宮城ナンバーが付与される。山形県内の営業所と仙台営業所間で転属がある場合は再登録が行われる。 山港ビルバスターミナル南側乗り場定期券や高速バス指定乗車券などは、系列の山港観光の各営業所や地元のタクシー会社でも取り扱っている。山形県の高速道路網の整備に伴い、特に仙台山形線は1日に80往復運行するなど、都市間高速バスに力を入れている。詳細は、各路線の記事を参照のこと、内は共同運行会社は、 座席予約制路線。仙台山形座王線利用者減少のため、1980年代前半で仙台座王温泉への直通バスは廃止となった。その後、山港バスが開園制貸切バスの形で運行していたが、2007年12月1日より宮城港、しかし、夏季における利用が伸びなかったため、翌2008年6月末をもって夏季の運行を休止。 当期間のみの運行に戻っている。2013年冬の運行からは、山高バスのみの運行となったが、宮城交通は販売協力として、仙台側での予約受付を高速バスセンターで行っている。運行回数は1日1往復。路線遠隔山形市内の路線バスは、仙台方面の高速バスと比較して、本数、系統は少なく、元日は全微分級である。 2004年頃までの車両に設置されている運賃表は三角運賃表であった。旧山形交通時代の1988年4月に山形地区でバスロケーションシステムを導入している。導入エリアは山形から天道バスターミナル、佐賀江バスターミナル、高松葉山温泉までの区間であった。ただし設備の老朽化に伴い、 新しく携帯電話によるバスロケーションシステムを導入し、2012年10月1日より、稼働、対象区間も拡大された。系統名称は、山高バス時刻表による、いずれも高速道路は経由しない。いずれも土曜、休日運休。48チェリーライナー、山形県佐賀市、天道市と宮城県仙台市青葉区を、関山峠を経由し結ぶ。愛称の由来は、 途中経路である国道を48号に由来し、新城と仙台を結ぶ特急48ライナーと区別するために、沿線の特産物であるサクラんぼの英語名を加え、48チェリーライナーと称する。鉄道では乗り換えが必要な佐賀市、天道市仙台間を乗り換えなしで結んでいた。佐賀営業所担当、運行回数は1日3往復。 利用者減少と運転手の人手不足を背景に、2020年3月31日をもって運行終了。佐賀江バスターミナル。佐賀江営業所天道バスターミナル。天道温泉ワクワクランド。大滝作並温泉仙台高専広瀬キャンパス。入口。広瀬通一番町仙台駅前4メーカーが揃っているが、伊子図と日野自動車が多く、三菱不走は少数のみである。 かつては、トヨタ自動車製の大型バスが主力で、熊本県の九州産高バスと共に1974年の生産終了時まで購入した、トヨタ最後の過剰であった。また、1980年頃までに導入された車両には、メーカータイプごとに、山形県にちなんだ愛称が付けられていた。なお、2012年12月25日より、 山形交通創立70周年を記念し、車体カラーとデザインを復元した、レトロカラーバスを製作。2013年3月までに4台が導入され、山形市内を中心に運行されている。1999年までに導入された車両は、大型ショート車が多く導入されており、イスズキュービック LT や日の、ヒノアル UK、日産ディーゼル RPK などが、 各営業所に配置されている。2000年代以降になると、主に中型車を中心に導入するようになったが、2008年には、初となる、日のブルーリボンシティハイブリッドを導入した。山高バスでは原則として、自社発注車のみの導入であったが、2012年以降、中古車両の導入も行っている。車両は主に、京成バスなどの京成グループ系列や神奈川中央、交通など、 主に首都圏のバス事業者で使用していた車両を中心に導入している。山港バスでは車両元に5桁の車番を振っている。1.2桁目の年式は自社発注車は導入した年、中古車両は元の事業者で導入された年を表しているが、2000年代の車両は1桁目に7を当てている。3桁目は自社発注車、中古車両の区分となっている。 4.5桁目は固有番号となっており、導入した順に位から付けている。ただし、4と9は、恨み番として、欠番となっており、0として03の次は05、38の次は50となっている。近年は希望ナンバー制度を利用し、主に観光型路線車や中古車両にはナンバーに、車番を付けることもある。この場合自社発注車は車番を車体に表記していない。 ナンバーに車番をつける場合は、自社発注者と中古車。ありがとうございます。